この世の中はあちこちでなんだかしらの争いがないといけないようにされています。私たちは高みの見物で知らん知らんしっしーの精神で見てるだけがいいんです。夕刊フジザクザク2020年6月28日、ポンペオアメリカ国務長官、香港自治侵害の中国当局者にビザ制限制裁、共産党幹部の秘密資産凍結カードは温存。この世のシステムとして資本主義、社会主義、共産主義、なんとか主義いうのを作った勢力がございます。アメリカは資本主義、日本も資本主義で、日米同盟があるから敗戦後なんとか暮らしができてんねんでって形で、資本主義と共産主義や社会主義が争わないといけない、戦わないといけないようになっているみたいで、アメリカは正義の味方みたいに頑張らないといけないようになっています。うちらは巻き込まんといてねって感じで観察しているだけがよろしい。記事によりますと、ドナルド・トランプアメリカ政権が香港の一国二制度を守るため、香港の高度な自治を侵害した疑いのある中国当局者らへのビザ発給の制限という制裁措置を打ち出した。ただアメリカはまだ中国共産党幹部の秘密資産凍結といった強力なカードも温存している。じわじわやっていくタイプやね。習近平政権の出方を見極めているようだ。マイク・ポンペオ国務長官は26日の声明で次のように表明しました。トランプ大統領は香港の自由の抑圧に関与した中国共産党当局への対抗措置を明言していた。今日断交する、断交してんや。ビザ発給の制限は香港の自由民主基本的人権法の支配を踏みにじった共産党幹部に加え、親族も対象になるという、ただ具体的な対象人物は特定しなかった。背景には中国政府による香港への国家安全法導入について、全国お笑い人民代表大会常務委員会の可決を経て、全人代常務委員会の可決を経て、月内にも実施される見通しとなったことがある。国家安全法が施行されれば、香港での中国共産党の影響力は圧倒的に強まり、高度な自治や一国二制度は怪人と化する。怪人、燃えかすみたいな感じ。このためアメリカや日本など先進7カ国 G7 の外相は17日、中国による香港への国家安全法導入決定に重大な懸念を表明、中国に再興を強く求める共同声明を発表した。ポンペオ国務長官の冒頭声明はこれを後押しするものだが、アメリカはさらにカードを温存している。共産党幹部らが将来の海外逃亡に備えてアメリカなどに蓄えてきた秘密資産の凍結だやって、アメリカ上院も25日香港の自治制限に関与した個人や組織、金融機関などに制裁を科すことを定めた香港自治法案を全会一致で可決しているやって、ビザ発給の制限でアメリカの入国ができない上、秘密資産まで差し押さえられれば共産党幹部の打撃は大きい。習近平政権は強行突破するのか、米中の駆け引きが注目される。中国共産党って国際共産党中国支部で、きんぴらさん、ちーままやしな。中国共産党は日本共産党と同じ組織で、コミンテルンって言われている国際共産党の一支部同士やねんな。コミンテルンはもう消滅した言って書いてあんねんけど、そうなってんねんけど、コミンテルンの指導団体っていうのはフリーメイソンやし、亡くなったことにされてるだけちゃうのってずっと言い続けてんねんけど、知らんけどっていう感じで、さあどうなるんでしょうか。こうご期待。